レオポルト・ベルヒトルトレオポルト・アントン・ヨハン・ジギスムントヨーゼフ・コルジヌスフェルディナント・ベルヒトルト・伯爵、ドイツ語レオポルド・アントン・ヨハン・シギズモンド・ジョゼフ・コーサイナスフェルディナンドグラフ・バークトールドフォン・ウント・ズ・アンガー・シッツフラトリング・ウント・ p l l エル・ティ・チェコ語レオポルド・フーレイブ・バークトールド・ゼット・エナウ・ウ・ハーサ・シッチバーエチニン・エポリサイ 1863年4月18日1942年11月21日はオーストリアの貴族外交官第一次世界大戦開戦時の外相を務めた。1863年ハンガリーモラビアに広大な所有地を持つ地主貴族のベルヒトルト家チェコ語バーチタルドブゼットウハーシックの子としてウィーンに生まれた。 1893年に外務省に入省後は、パリロンドン・サンクト・ペテルブルクなどの大使官員を務め、1906年から1911年まで中ロ大使。1912年2月17日、ボスニア・ヘルセゴビーナ併合により、ロシアとの協調関係を破綻させた、アロイス・エーレンタール外相の病死により、公認の外相に任命された。 ベルヒトルト外相にとっての目標は、アウスグライ姿勢を堅持し、戦争を回避して、バルカンにおける列強の協調関係を回復させる点にあり、二次にわたるバルカン戦争に際しては中立を守りつつも、ブルガリアと協力し、セルビア勢力拡大を抑えようとしたが、結局のところ失敗し、セルビアの背後にいるロシアとの関係は悪化の一途を、たどった。また、 ブルガリアに接近することによって、ハンガリーが、領土問題を抱えていたルーマニアとの対立も、激化した。1914年6月18日、サラエボで、オーストリア皇太子、フランツ・フェルギナントが、セルビア人民族主義者に射殺される、サラエボ事件が起こると、ベルヒトルトは、対セルビア強行策を取り、7月23日、セルビア政府に10カ条の祝いわゆる、 オーストリア最後通帳を送付し48時間以内の無条件受け入れを要求した。セルビア側は一部を除き要求に応じたが、ベルヒトルトはこれに満足せず7月25日に、同国との国交断絶に踏み切った。皇帝フランツ・ヨーゼフ一世や二重帝国のハンガリー首相ティサイシュトバーンは、セルビアとの開戦に慎重であったが、 ベルヒトルトはこれらを仕切る形で7月28日の大セルビア戦線布告を主導した。セルビアを支持するロシアはこれに対して軍の総動員を指令、ついでドイツがロシアに戦線したため、やがて欧州全体を巻き込む第一次世界大戦へと発展した。ハンガリーのティサ首相と対立、彼の圧力により、 開戦翌年の1915年1月13日に外相を辞任。第二次世界大戦中の1942年にハンガリーで死去した。ありがとうございます。